どうもどうも、こんばんは、皆さん、こんばんは。もう髪型変わっちゃってるけど、シャオの今日の髪型はアップ系でした。ただいま、もう持って帰ってきた。待って、リップついてるけど光飛んでて見えないか。ねえ、トメさん気づいたやろ、サラの。トメさん来てたやろ、来てくれちゃったやろ。真ん中ぐらいにおらんやった。スマホの前でめっちゃ覚えてた。え、嬉しい、ありがとう。モニターにいっぱい映ってた。本当？嬉しい、ありがとう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。そうなのは、今からストーリーをね、更新したいんですよ。ストーリー更新しますね。ちょっと待ってくださいね。どれにしようかな。写真がいっぱいあるからな。ちょっと待ってね、みんな。どれにしようかな。ヤッホー、みんな。いっぱいありすぎる。ドゥ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 。わーん。これにしよう。よし。武道館コンサート。ありがとうございました。髪型はアップ系。わあ、今日も。待って。よし。よし。ねえ、ちょっと待って、今日もメール送れんやったっちゃけど、どういうこと？みんな落ち着いたらちゃんと送るので待ってて。永遠より続く前、あ、続くように。スマホの前でめっちゃ大声出た。なんでなんで？可愛かった、嬉しい。ありがとう。いたよね、嬉しい。都道府県魅力度ランキング。え、なんで21位？ 1 位でしょ。え、ツーショット、可愛かったって。え、嬉しい。疲れて宮崎アンテナショップ行くのやめた。ピエン、お疲れ様って、ありがとう。
足大丈夫ですかってね、足ね本当にやばいのみんな今ね包帯巻いてるんですよ。まあ明日までなんとか乗り切りましょう。今ね横にあの椅子置いて、あのトレーナーさんからもらった氷で冷やしておる、冷やしておる。え、嬉しい。au に続くようにめっちゃいい曲だよね。あのさ、au に続くようにのね、あの靴がもう本当にやばくて、もうめっちゃ厚底のめっちゃ高いヒールだったの。高さがあるで、さあやっちゃって足くじいじゃってね。ね、あれ VR で絶対見えたよねみんな。ちょっと恥ずかしくって、あれ、それはもうちゃんと力入れんやったらもうぶっ転んでました。はい、そう、え、そう、え、みんなあのフラッてした瞬間分かったよね。絶対会場にいた方は絶対 100% 分かったと思うんだけど、 VR の方どうだったんやろ。あ、そこまで気回らないと、あ、じゃあ映っちゃらんやったってことね、その時は。え、 VR 本当に多分やばい顔してると思うわ。ズッキーとぶつかりそうになったところ、あー、そこらへん、そこらへん、そこらへん、あれ、ね、靴が本当にやばかったの。本当にこの靴やばすぎて、しかもね最後まであの靴だったんですよ。でもあの靴、あのもうトラウマすぎて変えてもらった、衣装さんに言って。あ、制服の羽って16位だったんですね。待って、順位をさ多分ちゃんと把握できてない自分がいる。今日の武道館行ってなかったけどツイッターズだった。違う、ツイッターズじゃないよ、ね、今日はねあのアップでした。アップ、これ外してもらったんです。あ、こんな髪型してました。こんな感じで編んでました。で、なんかメイクさんにピンをねもう20本ぐらいつけてたんですよ今日。でもあの外すの大変やけ外してもらって、でもショールームしたいので、なんか外してる途中にさこの髪型になって、え、可愛いやんってなって、あ、これね2つをちなみにこうやって2つをちなみに合わせて1つにしてるっちゃけど、え、可愛いやんってなって2つ合わせてもらった。で帰ってきた。お稲荷さんじゃない、あ、見せようと思ったとに、ちょっと待って、ちょっと待って、今日は舞茸のコアに挑戦したいと思います。新商品らしいです。マホピョンとのツーショット嬉しかった。え、そう、マホさんとね、マホピョンさんと初めてお写真撮らせていただいて、今日ね席がね楽屋の席が目の前で、で最後の最後に話しかけることできて、そう、いただきます。皆さん、え、そのまいたけ食べれるかわかんないけど食べる、多分美味しいよ。すごい、何これ、おこわだからかな、もっちりしてるわ。いただきます。うんうん、うん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 、うん、VR ハルピョンさんが見えました、見えました。
あれ見えてるんだよね、おしゃべりのやつ。うん、秋の味覚だよりだって。今日は、ほんとちょっとしか配信できない。皆さん、今日はいかがでしたか？今日の感想を聞かせてください、ぜひ。チーズまんじゅうとヨーグルッペ、リンゴ味、いいね。昨日武道館行った、お、嬉しい、どうでした？昨日の私、行ったね、やばいからね、本当に練習しなきゃ。今日めっちゃ眠かった。めっちゃ楽しかったし、なんか待ち時間めっちゃ眠かった。やっぱ4時間睡眠はダメですね。ひな壇行ったの見えました？最初の方、ハステとワステまでいたんですけど、何の曲から行ったっけな、何の曲から行ったか忘れたけど、ハステとワステまでは見ました、みんなと一緒に。嬉しい、最高、ありがとう。でも明日マジ大変なの、本当に。一番上の方から、嬉しい、ありがとう。ポニーテール昨日見つけた、嬉しい、ありがとう。ゆあみさんもやばいって言ってた。じゃあ私もやばいわ、やばすぎるわ。あ、ハステとワステ終わった頃着いた、なるほど。そういうのが、ひな壇はけたくらいにね、ついたんですね。待って、おこわってお箸じゃないね、やっぱ。みんなと乗り換える。チーム美容師の歌はね、リハからめっちゃ盛り上がってましたよ。
かもあの9B ですよね。ひなわさん中華食べてた？もしかして。そうなの、今中華食べれないので夜のお弁当は取りませんでした。うん、確かに B の曲多めだったかもね。指ファンとか1位だし。確かに確かに。そうなの、これ食べる。ハステとアステって人形も登場したの。うん、京香さんが人形役って言った気がする。うん、サイリウムオレンジ色にしました。嬉しい。オレンジとソライドでよろしくお願いします。そう、中華本当は好きよ。でも今食べれないので。あ、ちょっと待って、こうやって復活の味だってみんなが選んだ1位だって。ちょっとこれ写真撮るしかないわ。ちょっと写真撮ってくる、写真撮ってくるとか言って、うん、あ、やばい。あ、大丈夫か。いけた。ねえ、見てみんな。サノンが今日なんとなくめっちゃこれ美味しそうと思って買ったやつが、なんとみんなが選んだ復活の味1位でした。ビターキャラメルだって。メイトーのメイトーさんのなめらかプリン、これ普通のスタンダードのプリン好きで、そうキャラメルとかめっちゃ好きやっちゃけど、これ1位なんだって。みんなぜひ食べてください。サノンは今から食べます。それではいただきます。美味しそう。すごい、みんなが選んだ復活の味1位ってすごいね。さあ今行くから1位を食べます。カップリングリクエストアワーみたいだわ。今日にふさわしいね。これは今日食べなきゃ。あっ、ありがとう。お疲れ様って、ありがとう。うん、美味しい。これカラメル入ってるのかな。久しぶりの東京ドームってもうね2週間ぐらい売れてる。そう、いや、ちょっと待って、20、25、26、27、28、29、30、1、2、3、4、5、6、7、8、あ、もう15日います。そっちはもしかしてひな壇下手にいた。下手におった。うん、下手におったよ。うん、うん、祈りのカルテね、さっきちょっとだけ見た。うん、ジャリパンね、めっちゃジャリジャリ。そう、めっちゃジャリジャリよ。え、嬉しい。 VR ありがとう、見てくれて。昨日2階席だったからね。2階のどの辺におった？あ、サイレント、めっちゃ良かったね。あれ見た？そのキャラメルミルク最高。このまま東京に
でもサーモン地元大好きなので。うん、カラメルミッケ。ね、川口春奈さん可愛い。でもなんかすごい悲しいあれだね、お話だったね。リップグロス画角で足しか見えんやったってめっちゃ面白い。 VR それ。客席かな。めっちゃ切ないドラマ。あれは普通にさ、あの泣いたもん。うん、しかも1話で泣いたね。みんなこのプリンめっちゃ美味しいよ、食べてほしい。これ食べてほしい、みんな。みんなが選んだ復活の味第2弾だって。え、1弾なんかあったと？昨日の今日で1曲目が好きだ好きだ好きだわ。反則ポロ泣きしたね。嬉しい。そうだよね、みんな言ってました。明日大丈夫かな、ファンの皆さんって。うん、あったかいところ行きたい。そうだよね、北国の方そう思うよね。北国行ってみたい逆に。うん、VR、 すごい。確かに。どんな味？ビターキャラメル味です。はい、どこのコンビニで買ったの？セブンイレブンです。はい。ん、ちょっと待って、違うかも。セブンイレブン多分。はい、コンビニで売ってると思うわ。昨日の発表ショックすぎたね、本当に。そう、今日マリアさんにね言われました。昨日泣いてたの可愛かったって。私も泣いちゃったって。でも今日もリップグロスでマリアさんと目が合って、今日はめっちゃニコニコでやりました。うん、21って様って前回何やったっけ。でも21って結構いい方な気がする。半分より上。ね、今日のレミめっちゃ緊張してませんでした？めっちゃ緊張顔だった。うん。大阪語いいな。いいね、語彙。シャノン語彙になりたい。美味しそうって、めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかったです。今日ね、なんかお昼ご飯をね、ちらし寿司みたいなお弁当取りました。そらのはね、今日はね、七瀬さんの隣で食べたよ。七瀬さんとゆうなさんとひらこと食べました。そう、昨日レイちゃんと食べて、そう、今日レイちゃん隣に座れなくて、そう、今日ねチームごとだったんですよ席が。で、そう、七瀬さん遊びに来てたので、そう、一緒にお隣。筋肉痛になった。あららららら、ら、え、待って、去年17位、一昨年22位。あ、ちょっとなんか行ったり来たりだね。ねえ、元気だったって。待って、あやちゃん、あやちゃん何してたの？お仕事だよね。サノは今武道館頑張ってるよ。ちなみにね、2日間終わった。うん、あと1日しかない。なんか寂しい。なんかさ、
武道館っていうだけですごいドキドキ緊張しちゃってできるかなとかめっちゃ不安だったんですけど、最近不安な毎日やったっちゃけど、なんかいざ武道館に行くと楽しくて、そうステージも大きいしファンの皆さんの近くで会えるしね、すごいなんか嬉しさが大きいから、大きくて楽しいから、なんか明日で終わるの寂しい、なんか武道館に通うのが明日で最後ってなるの寂しい、もう2回行ったらさもう3日目寂しいよね、もう明日から来ないのかって思っちゃうよね。しかも武道館ってすごいよね。ねえ久しぶり、何何ニュースで見たから載ってたから見た、え武道館嬉しい嬉しい、そう武道館でライブすごいよね、かまだ夢見てるみたい、うん、3日間連続のコンサート初めて、3日間連続初めて初、2日間もないかも、え2日間ライブしたことある、空の2日間あるかな、え2日間とかあったっけ、えだってエイトの日さ朝と夜とかやんなかったっけ、あれ次の日とかあったっけ、うん初めてかも、 TDC が2日間あったかな最初の方、どうやろう、まあ3日は初めてですよ。さあ、お隣で、ふちゃんと隣でジョジョエン弁当食べたい。ぜひ。昨日中学校の友達がライブ行ってたみたい。え？どうだった？誰推しやろ？あ、パシフィコ横浜。あ、あれ？あれ、あの絵。え、フォクシーとキューティーってこと？あれ、2日間違ったっけ？あー。じゃあ、2回目？でも、3 days 初だ。そう、3 days。しかも、3 days あるのに全部出れるの嬉しいですよね。昨日、兄弟が武道館行ってました。え？待って、兄弟おったと？びっくり。嬉しい。誰推し？誰おいしいとか言って聞いちゃおう、今日初めて生サラの見れたって、え嬉しい、生サラのどうでしたか、みやみちゃんかわいい、イエーイ、2つあるんだ、推しはわかんないけどインスタストーリーになってた、え嬉しい、最高、ありがとうって言っといて、1日で4公演トレスピット、すごい1日で4公演、あ朝ピットお昼ピットおやつピットみたいなやつ、懐かしいね、見たことはないけど知ってる、うん、今日は一番近くでさちゃん見れた、え今日嬉しい、そうね公演出たい、トムさんと今日約束したんですよ、公園一緒に出ようねってそう言ってくださって嬉しかった、公園出ようよって言われて、そう一緒に出ようよって言われて嬉しかった、トムさんと出れるように頑張ります、え9月20日にお誕生日迎えましたっておめでとう、待って9月20日っていつ、まだもうめっちゃ前、おめでとう、ハッピーバースデー、あやちゃん。今
今日はアリーナ上手の、待って、アリーナ上手、上手、上手、はい、上手。あ、そうなの、今日下手が多かったわ、そういえば。あ、今日全部下手だったかも。あれ、上手いったっけ。好きだが上手だったかな。好きだ以外全部下手だ今日。あ、リップグロスも上手か。めっちゃ前、めっちゃ面白い報告。かわいいよ。嬉しい。元気？みんな元気？本当に。その楽しみ。なんか明日本当にやばいんですよ。明日結構やばくて。けどね、なんか楽しみも。武道館に行けるだけで幸せ。なので頑張ります。武道館モチベーション頑張ります。永遠より続くように下手の VR カメラで待機してたら出てきてびっくりした。え、嬉しい。仕事でやられちゃってる。そうだよね。そういうのも最近やばかった。本番迎えるまで。え、そう、明日本当にそう。いや、みんなやばいと思うけど、そう、もうめっちゃやばい。はい、サノン昨日センターよかっ、よかった。え、よかったってこと？びっくりマーク。それは嬉しい、ありがとう。リナちゃんかな、ありがとう。この3日間の中で明日が一番やばい感じ。うん、明日が一番やばい。本気で一番やばいよ明日。明日マジでやばい。本当にできるか心配ですが、皆さん楽しみにしていてください。あの VR で見てください。あの会場来れないよって方とかは。明日は当日券もないので。そう、え、そう、不安と緊張で押しつぶされそうになります。前回のゆきりんプロデュースが48曲連続、大変大変大変。お楽しみに。え、ほんと明日やばいんだって。そうの、センターって一人で喜んでました。え、嬉しい、優しいね、ありがとう。りのちゃん優しいよ、ありがとう。え、最高、ありがとう。頑張るね、そのこれからも。ゆうゆうゆうさん、初見です、はじめまして。え、はじめまして、宮崎県代表のえみさらのです。なんか寂しいな、この挨拶するのもね。エイトならではなので。明日売り切れて、さすがにゆきりんプロデュースだなって思ったね。そう、ゆきりんさんプロデュース公演なので、明日皆さん楽しみにしていてください。そう、 VR、 あの1ヶ月無料で見れるので、ぜひご覧ください。気持ちは武道館行ってる、頑張ろうね。代表は言えなくなるけど、指針だったら大丈夫じゃないって。え、代表でいいよね、だって休止だよ。ただそうだよ、今日はまるまるの部屋で休みたの。まるまるの部屋。あ、そういうこと？うん。ねえ、そう、なんかエイトの休止の話してたらめっちゃ泣きそうになっちゃいます。今日も好きだ好きだ好きだの前におだいりさんと話しちゃって、おだいりさんに一番今日何が楽しみって、何が不安とか話しちゃって、そう、なんか。制服の骨が一番楽しみって話してて、そう、楽しかったです。VR 見ないとしばかれますか？しばきます。待って待って待って、しばきませんが怒ります。
いや、見てほしいです。はい、一歩目温度面白かったね。3票だったよねえ。皆さん今日も見てくださって本当に嬉しかったです怖って、怖くない、怖くないよ。 VR 見てくれなきゃしばきますなんて言いませんね。一歩目温度、一歩目温度投票した方今日来てたかな。あ、そうやっちゃ、さえちゃんの15周年一人でやるやつ、あれ一本目温度じゃなかったよね。あ、何やったっけあれ、一本目温度やったっけ。うん、でもなんか盆踊り系やった気がする。しばきますって、そう VR、 そう、あの、そう、武道館来れないよって方は VR を見てくれなきゃ、そう、もう悲しみます、悲しみますってことで、はい、かっこ、はい、ってことでみんな待ってますよ。そう、その最後とか、あ、そう、そういうことね、ラストハルピョンさんと、あ、そういうことね、ハルピョンさんと手振ったわ、そういえばハルピョンさんとコメントもしたし手も振ったわ。え、たくさん映ってた、嬉しい、あ、バレバレ節、正解、それだバレバレ節めっちゃ練習したのにやんなかったか、ショック、いや、ショックじゃないよ、ショックじゃないけどやんなかったんですよね。はい、もう忘れました、でも覚えたのに、一生懸命自宅、うん、自粛期間に練習したんですけどもう忘れました。ね、エイトのオリジナル曲ね、確かに休止中だもん、実家終わったらできますよね。見てくれないとしばくよって可愛く言ってみてよ。明日みんなさ、ゆきりんさんのあの公演のあの完売なので、当日券ないから今からサーモンに会いたいよって思ってましたは来れんちゃけどね、えみんな、でもね VR で見れるからさ、みんななんか VR 見てくれなきゃしばくぞ、うんしばいちゃうぞ、うんしばきませんが、帰りの新幹線で一生の間に何人と出会えるのだろう聞いて大冒険したね、大丈夫、しばいてほしい、やめてくださいしばかれたいです、やめてさ、そんなキャラじゃないからさ、みんな、え、かわいいって、なんかありがとう、しばかれたいですって、そうなの、しばきません、誰のことも、はい、見てもうお水になっちゃった、トレナーさんからもらった氷、どこしばいてくれるのどういう質問それは、めっちゃ面白いじゃん、風邪ひいた、大丈夫？ゴールドスプレー、あ、あー、なんか一瞬ね、シュッてしたら効くやつね、野球選手がよくするやつね、デッドボールで、あー、あれどうやろうね、わかんない、確かに急にね、急にね、寒くなったもんね、足が冷たい
じゃあみんな11時半なのでそろそろ終わりたいと思いますよ。みんな明日、なんか最終日って悲しいね。最終日、皆さん楽しみにしていてください。明日やばいですが、その全力で楽しんできます。武道館、日本武道館へ皆さん来てください。 VR 絶対見てね。それではランキング読んでいきたいと思います。13位は雨宿甚平さん、ありがとうございます。12位はピンクのくまさん、ありがとうございます。11位は光一さん、ありがとうございます。10位はトカチンさん、ありがとうございます。9位はピンクカメオさん、ありがとうございます。8位はナーラブさん、ありがとうございます。7位はリュウさん、ありがとうございます。6位はカズニー、あと誕生日まで280日ってありがとうございます。5位はワサッピさん、ありがとうございます。4位はナートマーク、ソラちゃん大好き、ありがとう。3位は何やったっけ、あやめさん、待って、何やったかな、あやめさん、ありがとうございます。2位はしの太郎、昨日はありがとうって、ありがとう、続きが読めないよ、ありがとう。はい、それでは1位はカズトさんでした。カズトさん、ありがとうございます。はい、それでは皆さん、今日もたくさんねペンライトで応援してくださって本当にありがとうございました。そう、今日はセカンドジェネレーションのマジカもね、初披露させていただきました。皆さんにこれから愛される楽曲になりますように。というわけで皆さん、明日は武道館最終日、ゆきりんさんプロデュース公演、ぜひ 見てください。見に来てください。待ってます、武道館で待ってます。そう、日本武道館ね、すごい夢にも見てなかった大舞台にまた3日目立てるということで、全力でね楽しんでいきたいと思います。それでは練習してお風呂入って寝たいと思います。それでは皆さん、今日もありがとうございました。おやすみなさい。せーの、空のじゃんけんじゃんけんぽい。ありがとうみんな。はい、ちなみに今日の髪型は、なんか今日はね5曲しか出てないんですけど、5曲やったかな。なんかいつもさ、昨日とか8曲ぐらいあったから、昨日8曲ぐらいやったよね。そうで、結構 K で踊ったから崩れん髪型にしたけど、今日は5曲だったので可愛い系にしたいですって、崩れやすそうな髪型でも大丈夫ですって言って、何にしますってなって、でなんか編み系がいいですって言って、じゃあアップにしちゃうみたいな、でアップにしました。そう、メイクさんに可愛くしていただいて嬉しかったです。明日は、まあ、大体決まってるんですけど、皆さん楽しみに待っててください。それでは皆さん、今日もゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバイ。ありがとう。